韓国人気アイドルグループ BTS、暴弾少年団の世界観を描いたドラマユースに登場するキャラクター設定は深刻な反人権的行為として、ファンが怒りをあらわにした。19日、韓国メディアの報道によると、ドラマユースのキャラクター名には BTS メンバーの本名が使用されている。問題視されているのは、キャラクターの設定にある。劇中でキム・ソクジンは父のに閉じこもった少年。 ミンユンギは母親を殺してカに火をつけたと噂される少年、パクジミンは家族の過保護と嘘だらけの幼少時代に負ったトラウマにより本当の自分が誰なのか混乱している少年、キムテヒョンは酔っ払いの父親と暮らす傷だらけの危険な少年など。この設定に、BTS ファンは深刻な反人権行為であり、これを求断するとして所属事務所ビッグヒットエンターテインメントを相手に声明を発表した。ファンらは、 特に自民やジョングクなど本名を使用して活動中のメンバーの場合はドラマによって、あらゆる副作用とイメージダウンなどを懸念している。なお、ドラマユースにはソジフン、ノジョンヒョン、アンジホ、ソヨンジュ、キムユウ、チョンウジン、チョンジンソラが出演を確定したと報じられた。 ボーイズグループマスク、解散へ、2016年にデビュー。韓国版と日本版のポスターの違いに韓国ネットユーザーで賛否両論。ピンクやキラキラが多くて、いかにも日本って感じで可愛い。日本版はプリクラみたい。ジャンルが変わっちゃった感じ。イメチェンしすぎ。 BTS 防弾少年団世界見のドラマユース配役決定。キム・ソクジン役、ソジフン。ミン・ユンギ役、ノ・ジョンヒョン。チョン・ホソク役、アンジホ。キム・ナム・ジュン役、ソヨンジュ。パク・ジミン役、キム・ユヌ。キム・テヒョン役、チョン・ウジン。チョン・ジョン・グク役、チョン・ジンソ。